了解しました。飛び込めばいいんだろ。いけ。今ので重力変わったね。ふわん。やばい、なんだ、何が起きてる。怖い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 。あ、死んだね。南ローメイ地下層。あ、地下もあるんだこれ、すんごいや。地底、これまで発見した古びた地図に示されてる場所をマップに書き写した。何これ、地底だって。初めて、なんかマップに追加されたんだけど、地底が。何これ、広っ。マジ、何も見えない。どうすりゃいいの。何も見えません。でも光ってる、こっち。なんか幽霊みたいになってない、あの炎。なんつうの、見たまってんだっけあれ。あっちにもあるな。やっぱこれ、まつまない、これ暗すぎて。これ何、敵これ。ポウポウ。地底のあちこちに落ちてぼんやり光る霊体、触っても熱くはなく色素に揺らめいてる。集めておくといいことあるかもしれない。全部取った。でもね、あの方角が、方向が何が何だか分かんない、これ本当に暗闇にいる区分。うわ、なんか壁に捕まってる。なんか落ちた。どこ、これどこ、どこ、これ。うわ、何ここ。あ、ブロックゴーレムいる。なんで、こんな暗いとこで戦いたくないよ。回復しとくか。料理もねえんだよな今。あ、これはある。上等、あれ当てらんないよね。いって、何も見えねえ。なんだかんだ何も見えねえわ。そうなんや。マジかよ。あ、マジか。あいつ当てらんねえんだけど。避けてはいる。くそ。当たってない。動き変わるぞ、ここから。はいはい、いつも通りだ、これは。ドン、こっちに来い。ああ、ああ、違う、動きはいつもと違う。ドン、
変わってる場所が。くっそ、なんか顔みたいのが見えた時じゃないとダメなのか。これだ。うわーマジか。あの時はダメっぽいな。あ、ぶね。ナイス。あ、出たぞあいつ。むずっ。当てた当てた。変化した瞬間なんだ。難しすぎだろ。ナイス3連発。出た。ナイス。うわマジか。あ、くそ。いやマジか。待って、なんかある。これ何？罰？倒さなきゃダメってこと？変わったぞ。どうする？あと 1,2 発や。何これ。お前の弱点どこだよ。弱点どこですか。最悪や。意味分かったかも。これで戻り越すんだ。そういうことか。気持ちいい。気持ちよすぎ。それ謎解けんの気持ちいいな。これやばそう。ゾナーエネルギーの大結晶。初めてだ、これ、もらったの。あ、これでかい。これ何につけよっかな。ゾナー系につけると強いだろう、どう考えても。スクラビルド削除して、これでどうだい ?50。やっば。50の槍できたんだけど。で、これ何？明かりつく？もしかして。踏破したの俺。おお、え、踏破したっぽいわ。なんでかわかんないけど。獅子を使うとしわかんないのでこの君ふさわしき対価を与えよう。やった。異次元の魔がまとい石防具。さあ受け取るがよい。なんだ。やったー。異次元悪霊の兜。異次元から現れた悪霊がまとっていてと伝えられる不気味な兜。簡単には手に入れられない貴重な品だ。なんじゃこりゃ。明かりくれよ。あと、いやーさっきの戻れ子だって気づいた瞬間ガチで脳汁やばいな。
ちょっとマジで見えねえ。これ何が何だか分かんねえんだよ、マジで。ここ何？ポーめっちゃいるわ。でもこれ全部正気もしかして。あれ何？行ってみる？消えちゃった、上の子。これ何だろう、マジで。え、なんかいない？そこにもなんかいない？旅人の両手剣。え？しかもこれ、朽ちてないね。なんでここのは朽ちてないんだ？地底は影響を受けてないのか。あれ何？正気に満ちた魔物たちだ。倒してみるか。やべえな、なんだ、ゾナニウム。なんで、お前らからゾナニウムが出てくるんだ。なんでお前らからゾナニウムが手に入るんだ。なんだ。こいつらの攻撃にやられると正気のあれなんだ、効果がつくの。回復しないな、あと正気。地底だと。ちなみにこれ帰れるの？あ、ワープはできるんだ。じゃあ安心。回復できないんだよな、これ地底にいる間。つまり。なんだこれ。混乱花。強烈な匂いを放つ野生の花。この匂いを嗅ぐと、前後不覚になり、一時的に味方と敵の区別がつかなくなる。うわ、死んじゃった、マジか。煙だけ紹介してたやつだ、青沼さんが。え、あれ最初のボスがいない。なんであれいんの。最初のボスがいるんだけど、あいつ何、地底のモンスターなのか。近づいてみよう。なんだこれは、なんかステージみたいのがあるよ。行ってみる。一旦ここでセーブして、で行こう。あ、またいるじゃん、幽霊。兵士の剣、ほらこれ、こいつが持ってるやつはあれなんだよ、口じゃないんだよ。王家の剣より強いぞ。地底から地上に送り出されたんか、こいつって。もしかしてもともとは地底の魔物で、地底に救う首下げ来たぞ。またお前なんだ。でも簡単だぞ、お前倒すの。意外とダメージ食らった記憶あったかな。ミスった今。
なんか下から出てきたりするからな、たまに。いつでも行くぞ、準備みたいな。食った、これで食えた。あ、食らった。くそ。でもいけるな。別に普通だわ。変わってない。こいつ倒すなんかありそうだから、ちょっとやってみよう。もう準備しとくか。あぶねー。これはいける。当たってる。おっしゃ、倒した。こいつ弱っ。帰ってた。違う時空に帰ってた。うわ、進化してる。また来た。なんだこれ。これに当たっちゃいけないっぽいな。おそらく。暗すぎてね、遠近感使いにくいんだよね。あー、くそ。上からも弓でいいかな。どこにいる？準備しといて、それで逃げる。いや、いけるぞこれ。一気にいける。ほら、えい、もう終わりだろ。さすがに完全消滅か、これで。もしかしてブリザゲイラ。うわ、なんか落とした。やば。旅人の量的につけるか。旅人の量的につけたくないんだけどな。でも一回13だし。フリーザゲイラの大顎プラス36、49だって。でっか。宝箱どこ？あった。ゾナーエネルギー特大結晶100個分。やった。なんかいろんな要素があるな今回。ボリュームマックス。フリーザゲイラゲットしたな。じゃあこの辺りで帰るか、一旦。よし。地底っていう新しいものも見つけられたから。てかあれだな。ってことは、深穴とかって結構行っていいかもな。あんな感じになってんだったら、全然行ける。もう正気に満ちまくってんのかと思ったんだよね、これ。そんなことはないっぽいな。深穴行っていいか。ここには何があるんでしょう。ちゃんと着地しなくちゃいけないっていうのも分かったし。あ、やっぱそうだね。地底に続くんだね。うわ、何これ。
デグガーマ。なんかがいます。じゃあさっき使ったフリーザブレードでいくか。なんか吸い込まれてる。サルゲッチにこんなボスいたな。何を吸い込ませるのがいいんだ。吸い込ませるものなんだろう。爆弾か？最悪や。あそこ弱点なのか。待って、上か？ハンマーないっけ俺。これでいいや。また上に乗ります。こいつ倒すの楽だな。壊れちゃった。違う。倒したよ。ボスがいるんだな、地底には。で、またこれデグガーマ装備手に入んじゃないの。デグガーマの爪。デグガーマの大牙。そんな強くなかった、でも。あれ何？穴に入れるってことを知ったのがでかいわ。今日は収穫、ガチで収穫。まだ無理なんだろうなと思ったからな。なんだこれは。マカワシの根調べるってある。光るのか。なんだ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 。光るんだやっぱ。ん？セーブポイントこれ。あ、マップなんだ。浜の根の輝きで周囲が照らされた。ナイス。了解了解。あ、ここで正気を回復してくれるんだ。なるほど、めっちゃ明るくなったじゃん。誰かいるんだけど普通に。どうした？正気まみれ。調査員。あ、助け、助けが来た。正気まみれで空白が。日だまり層をください。日だまりあげるよ。日だまり層食うと治るのか。うん、うっかり踏んじゃった。地上に出るか、火だまり層を使うか。最近はでっかい木の光にも効果があると言われている。うん、まあそんなの関係ないか。お前はここで私にやられるんだから。あ、うん、お命ちょうだい。お前イーガダンここにもいんのかよ。どこ向いてんだお前。雑魚なんだからさ、黙って見とけお前。おい、何これ。トゲ。盾につけたら強そうじゃね。トゲ盾。あっちにいるな。あれ、行くか行くか。いた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 。こいつあれか。あの穴から出てきてたもんな、確かに。だから地底に行ったりするんだ、ドラゴンも。多分風が吹くはずなんだよな、こいつの周りって。だよな。
了解？そこね。プロドラの鱗。16なんだ。初めての竜はここでした。もう一個ぐらいね、広げたいな。マップマジで広いな。だって地上と地下で、とりあえずまあ、2マップあるじゃん、同じ広さ。で、空島はまあ確かに土地は少ないけど、まあ、空飛ぶから大変だし。実質3マップだよ。あの根っこだけ、行こう。新要素今日いっぱい探索したな。馬乳の根。明るくなるのがマジで何より大事。とりあえず行っかな。地底は。よし、帰ろう。ボーン。あれ、ドラゴンいた。あれ出てきたんだな。地上に。あの穴から。おぉ、できるだけ上に。よし。行くぞ。こっちに行くんだ。で、これで通れるんでしょ。おっしゃー、いけた。でも何があるんだ、ここには。なんか動いたぞ。最悪。落とすことに意味があったのかもしれない。でも、あ、無理か。何だったんだ。旧流行る文字か。うわー、マジか。何だったんだろう。これで歓喜さんの会話なんか変わるかな。行ったよ。行ったよ。まあ、よくわかんなかったから、メガネイヤーに行こっか、そのまま。沼になってんのか。天変地異で、なんか液状化みたいなのが起こったのか。岩ロック普通にいたわ。イエロックじゃなくて岩ロックもいるんだ今回。あー、くそ。強でも岩ロックあれだな、体力高いな。こんな高くなかったぞ多分。はい、岩ロックもなんか落としてくれそう。あんま強くなさそうだけど。いやでも強そうだな。でかいな。イエロックのより全然でかいぞ。希少石岩ロックの診断。いや、33だ。結構強え。しかもちゃんと朽ちないね。地上に来てもこいつら。炎か。あいつら強すぎるんだよな。ちょっと無理だな。回復もないし。じゃあ行くか、次のマップ。あそこか。オッケー、行こう。行けるね。このまま行けると思う、多分。いや、無理だな。あ、くそ。高さ分かんなかった、今セーブ。これで移動しようぜ。あそこにも祠あるしな。やっべえ、行きたい場所多すぎる。
帰ってこれんならあっち先でもいいんだよな。いや、あっちから行こう。決めた。もう俺がやるから俺が決める。おぉ。こっち。こっち行くぞ。無理か？無理だったよ。無理だったけど、なんか違う下のその島に来たんよ。これでいけそうだな。行ってみよう。だよな。あ、届かないんだ。いや、浮くもんな、だから。これじゃまだいけないから。すげえ。あそこブロックゴーレムいそうじゃない？行ったことあるかな？なんだ？反射するもの。もう散々やったからな、ギミック。浮かしとけって。はい。料理作りて、あとは。マックストリフ手に入れたしな、一個。ん？あ、ここからいる。簡単すぎ打ち。あ？これじゃないの？光って違うんだ。こっちから持ってくんの？下は？どこだ？ここじゃまだ無理なのか、もしかして。ここから持ってくんのか。強い。はいはいはい。ああ、なるほどね。こうだ。これでこっちは開く。この光は当て続けなくていい感じっぽいから。こっちに持ってって。
れじゃ無理か。これも使えって、これ使ってどうするか。これできそうだけどな。いけるよね。このブロック何に使うんだろう。わからん。溶けりゃ何でもいいでしょ。で、これを動かして次行く島はどこだろうか。向こうかな。あっちも行けそうではあるんだけど。行ってみるか。はい。はい。なんか中があるな。え、落ちるんかいそこ。びっくりした。ドン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 。なんか変なのいる、変なのいる、変なのいる。あれはロボットなの？止まった。固定放題みたいなこともできるのか、この。古びた地図。出た、これ。なるほどね。何があるんだろうね。分解して見てみよう。何？このなんか、うん。杯みたいなやつ。と、これは何？これは杭か。なるほどな。これはあれか、目があるから見てくれるってことか。なるほど、面白いな。あそこもなんかすごいのがあるな。コログだな、あれ。よし、これまた飛んでいけるじゃん。あっちか。そのでかいの何なんだろう。あ、またこれ祠か。でもこれ祠が表示されてないってことは何かミッションがあるんですわ。またこれかー。オッケーオッケー。一個目ミスってるからな。あっちか。了解。これは何ですか、ちなみに。はっ。宝箱ある。こうしたら繋がるでしょ、だって。行き過ぎてやる。まあ、繋がったからいいけど。この下にあんのか、宝箱。で、これ何？なんもない。危ね。行けなくはないんだよな。チューリがいるから。これを持ってけばいいのか。
いや、無理だな。意味わかったぞ。二つつなげるには回すんだ、これ。こっちにも。うわ、あれ？これ縦に回んないんだ。今そうかと思ったんだけどな。縦に回んじゃないかなと思ったけど。てか、なんかこっちこれってね、今気づいたけど。だったらこれでよくね。これでいいんだけど。うわ、正解なんだったんだろう。無理やり言っちゃった。まあいいや。これ祝福かな？よし、やった。ダイヤモンドだ。これは撃つのかな？違うね。行くんだね。そこに。悲しいな。これでいいのね。こんな不格好な感じなんだ。ここも出発する場所があるな。結構そういう場所多いのかもな。なんだこれ。これ動かせるぞ。どういうことだ。こういうことか。つまり賢者の石。かつての賢者が残した思い、4つ揃えてメガメゾンに刺さることで賢者との絆をより深めることができる。何ですか、新しいアイテム。これは新アイテム多すぎ。よし、じゃあそしたらこっちに戻って、であっちのタワー向かえばいいでしょ。方角が分かんないよ。そこか。まずい。危ねえ。若干こっちだ。エーペックスのジャンプマスターだ。もうすぐ切れますよサインから、これ。クソ無理かー。そして迷いがいます。よっしゃー、着いたー。日記があるな。えのきで工務店活動報告書を作んだ。まさか帳場でが雪で埋まってしまうとは。建設時の資材置き場として使っていた洞窟が無事だったのさ。一度本当に洞窟に行けってことか。雪に埋まっちゃってる帳場台が。マジか。今は使えないってこと。ただじゃ使えない帳場台が増えてきたな。ほんとだ、顔出してないね。エメラル大地の洞窟。何？え？溶かすのかな？洞窟の中は帳場の真下まで伸びていた。なるほど。
オッケー、じゃあ下っていけばいいのね。了解しやした。マックストリフ。あれは宝箱か。まあ、川下るだけだったらこれでいいな。取れねえかな。取れるわ。ゲルドの意味らんわ。滝かこれ。今先バッシャン行って、いろいろアイテムあるけど、あ？行き止まりこれ。どういうことだ。この上かな。ここに帳簿であんのか。中から入るのかこれ、もしかして。こうか。うわ、惜しい。この辺なら。この上なんかあった？いや、ないよな。どうやって行くんだろう。ここが真下だとは思うんだよ。ここに来なきゃいけないってこと？もしかして。で、まっすぐ行ってくれれば。あとはもう上見とこ。そっち行くんか。まだ無理だろう。うわ、こっちは行ってくんねえかな。あ、これせき止めるためにこの棒があるのか、もしかして。で、これで、ここに突っかかるようにすれば。うわ、いけるな。オッケーオッケー。何をしてるんだお前は。遊びじゃねえんだぞ。この辺いけ。ここいけるぞ多分。中入れる。おらー、そういうことやな。よし、でけえな、あの穴。あ、あるね。なんだあれ。円盤型のやつがあるな。どれだ。どれ。変わった。あれか。重力が変わったぞ。死ぬぞ、あと。寒すぎて死ぬど。一旦やめよっか。で、次行く場所は、俺は。監視トレに戻って、プルアの話を聞こう。なんかまだあるっぽいんだよなぁ。で、料理もしよう。ボックリンいる！やった！なんでボックリンいんの？武器。武器。と、いや、どうしようかな。弓立って一個ずつ。こいつ次どこに行くんだろう、ちなみに。うん、じゃじゃじゃ。もういいかな。プルはどこにいんだ。あ、プルはいた。なんかあんだろう、やっぱそうだよな。プルはじゃない、ジョシュだった。グッモーニン、ラブリーなモーニンじゃな。で、ヘイユー、クプラバット持っておるというのは本当か。設計はプルアと共同じゃが、組み上げたのはミーだからな。
本来ならロベリーパッドと呼びたいくらいなのじゃが。ねえ、ロベジー、ジョシュアの話、ちゃんと聞いてる？おう、なあ、そうじゃった。で、なんじゃったかの？まあ、地底調査に行きたいって話なのです。お話聞いてくれないなら、もうジョシュア勝手に深穴に入っちゃうのです。それだけはノーグッド。絶対ダメじゃ。地底は深穴の底で見つかった広大な空間。調査もほとんどできとらん。何があるのか見だってインタラスティン。興味津々じゃ。しかし同時にベリーデンジャラスな場所でもある。そんな場所にジョシュアちゃんを行かせるわけにはいかん。プルアの秘蔵庫に何かあったら、ミーはジ・エンド。終わりじゃ。おお。この人を模した絵を調べれば地底のことをもっとわかるはずなのです。人を模した絵。あ、剣士様、話し込んじゃってすみません。いいよ。はい。人を模した絵っていうのはですね、調査隊が地底を調べた時に持ち帰ってくれた収集物の中にあった。なんだこれ。この欠片に書かれてある絵のことなのです。2本の足で立ち、片腕を振り上げているこのフォルム。人に見えませんか？見えます。もしこの絵が本当に人を表しているなら、地底に人が存在していたという証拠になるかもしれないのです。だから地底に行って、この絵に描かれているものと同じものが残っていないか、直接調べよう。はいはい。ロベジーが危ないからって不可能に中に入らせてくれないのです。なんか俺から永遠に液体が垂れてるんだけど、これ何？ジョシュアちゃん。わかった。ではその人を模した絵の調査はミート。リンクに任せるぞい。ユウが持ってるプラパッドでその絵と同じようなものを探し、写し絵に収めジョシュアちゃんに見せる。どうじゃこのパーフェクトのプラン。写し絵？やったー、来た。なんじゃ、写し絵を知らんのか。プラガットの基本機能じゃ。写し絵は好きな景色の対象、好きな景色や対象を絵にして残せるグレートな代物じゃ。さてはユウ、まだプラパッドを使いこなしていないようじゃの。まあいい、使い方を教えてるからついてくるんじゃ。地底には魔物もたくさんおるからの、ボディーガードも頼むぞい。そうじゃな、この監視トレデの南にある深穴から入るとしようかの。ミは先に行っとるから、準備ができたら、ユウも来るといいぞい。死ぬすんじゃ。行っちゃった。なんだか剣士さんを巻き込んでしまって、ごめんなさいなのです。ロベジーはジョシュアのことになると、後先考えずに行動しちゃうのです。はい、せめてこちらをお受け取りくださいなのです。なんかくれんの？明かり花なら。なるほど。木の矢。いっぱいくれる。うん。なるほどな。オッケー。俺無理やりな、適当に進んじゃってたわ。祈る。お！なるほど。ポー。ここに集めんのか。ポーどうぞ。全部あげるよ。闇の塊。ダークボディ。なるほど。爆弾花これでもらえるのいいな。え、これ最初買っていい？とりあえず。え、これなんか能力つくのかな？集めといてよかった。で、女神も見つけたので。頑張りハート、いや、どうしようかな。うん、いいか。頑張りハートで。9個目。とりあえず、写し絵だけ拾おう。もう入っていいのこれ。あ、いるな。違うな。もう入っていいのかな。いなくね？じゃあ、行っちゃうか。ほら。ロベリーさん、どこまで？あなたがリンク様ですか？お初にお目にかかります。私はゾナオ調査隊のハキノと申します。ロベリーさんからあなたが来たら自分のところまで案内してほしいと言われたんですが、急に連れてこられたもので、明かり花の種も尽きてしまい、見失ってしまいまして。おう。あの明かりの方に向かわれたと思ったら、そのままどんどん、西の方に向かっていってしまったようです。リンク様は明かり花の種はお持ちですか？持ってません。それはいけませんね。ここは地上の人だ。もらうよ。こういう時絶対もらうからね、俺はね。うん。おい、くれよ。ああ。
くそ、ぶち殺してやろうかお前。これやろな。はい、リンクだぞこっちそら。え、これ何、トンボ、何これ。闇ホタル、暗い深穴に生息している連なる羽を持つ虫、分泌する発光成分を煮詰めると薬になり、服用者の体が淡く光る効果が得られる。で、ここマップ開放だ。やった。こういうチュートリアルを受ける前に俺は行ってしまったわ。だって一回さ、用を済んだらさ、終わると思うやん。Hey you! ここは地上からの光が全く届かん。ミーのゴーグルでもはっきりは見通せん。明かり羽の種を持ってきてくる。持ってくればよかったわい。それにしてもこの光る根は何じゃ、全くわからんが悪いもんではないようじゃ。そういえばこの場所、最近地上に現れた、ほからの真下あたりじゃなかろうか。西の方で光ってる根も見てみたいぞい。ユーもハリアップじゃ。ここにもある。ヘイユー、生きてるか、ここはよく見たらショー来ただけじゃ。近づくとデンジャラス、明かり羽なしではジエンドやぞ。じゃが、初めて地底に来たミーですらまだ生きておる。言うならノープロブルムじゃ。ミーのゴーグルに面白そうな影が映っとる。もしかしたら、ジョシュアさんが探し、ジョシュアちゃんが探しとった人を模した何かかもしれん。西にある光に光るねのあたりまで先に撮るぞい。See you すんじゃ。俺、明かり花とかの存在すっかり忘れてさ、暗闇のさ、あれクリアしちゃったんだよな。迷宮。たまたま抜けたんだよな。壁伝いに行ってたら。じゃあ明かり花つけてみるか。どれだっけ？これか。めっちゃあるな。めっちゃ明るいやん、しかも。いやあ、もったいないからさ、これこのまま投げね。めっちゃ明るいやん。これ使えば余裕だったわ。いや、すす。あ、今回は広い。いや、嘘かも。これで回復できるようになるんだな。よし、ロベリーに話しかけてと。なんとな、この光る根のようなもんは、こんなにも穏やかな光を放つのか。この感じは、太陽みたいってことか。おお、このすがすが、すが、こ、おお、このすがすがした。まるで地上にいるかのようじゃ。それに気のせいか、なんだか体が癒されるような、心地じゃわい。はあ、いやいや、ヘイユー、やっと来よったか。ユーに見せたいもんがあるんじゃ。ああ、これか。二本の足で立ち、片腕を振り上げているフォルム。ジョシュアちゃんが言っておった。かけらに書かれとった絵に似とらんか。似てるね。今こそ、写しの出番じゃ。そういや、写しを使ったことなかったんじゃったな。おかしいの。写しやプラパッドの基本機能なんじゃが。ちょっと、プラパッドを見せてくれんか。これを待ってたのよ。もう、ホコラセンサーも欲しい、俺。オーマイガンナイス。写しへとハイラルツ感がロックされとるではないか。ちょっと、上行ったミニッツじゃ。確かこのボタンとこのスティックを押しながら、ここをタッチして、と。やったー。よかった。で、ハイラル図鑑ね。まあ、ハイラル図鑑はまあ別にいいかな。オーライト！これで写し絵とハイラル図鑑も使えるようになったぞい。写し絵の動作テストも兼ねて、そこの人型の像の写し絵を撮ってみるんじゃ。何事もレッツトライ。まずは試してみるんじゃ。撮ったらちゃんとミーに見せるんじゃぞ。片腕を振り上げた像。ヘイユー、どうじゃ。写しで人型の像を撮ったら、ハーリーアップ。早く見せてみるんじゃ。前撮ったよ。ヘイユー、ベリーグッドの写しは撮れたのかの。ビューティフォー、うまく撮れるようじゃな。これならジョシュアちゃんも満足じゃろう。しかし、ユーが光らせたねといい、ジョシュアちゃんが調べとるこの像といい、じっくり腰を据えて調査すれば、いろんな発見がありそうな場所じゃな。では、ミーは一足お先に戻っとるぞい。監視取りで、周遊すんじゃ。ジョシュアちゃんはあまり待たせてないぞ。てか、いっぱいいるじゃん、ここに。この像。確かに写し絵ないのおかしいなとは思ったけどさ、もう一回来るとは、ちょっとわかんなかったよ。どっかでまた教えてくれるのかと思ったわ。ヘイユー、戻ったか。クールな人型の像の写し絵に、ジョシュアちゃんを見せてあげるんじゃ、写し絵をジョシュアちゃんに見せてあげるんじゃ。これです。かけらに書かれているのは、これに違いないのです。
ケン様、ありがとうございますです。この土屋を見る限り、かけらに書かれた像はやっぱり人をかたどったものだったのです。これは、大発見なのです。つまり、地底に人がいたってことなのです。もっと調べたら、もっと痕跡が見つかるはず。早速調査の続きを。あ、でもその前に。ケン様には、調査にご協力いただいたお礼にお渡ししようと思っていたものがあるのです。そりゃそうだよな、お礼は必要だよな。これ、地底調査で見つかったゾナルレーメンの遺物と思われるものです。いらねえよ、わかんねえ、これ何に使うのか。不思議な力を感じるような気もするし、何かのエネルギーとかじゃないかと。もしかしたら、ゼルダ様捜索の際に役立つかもしれないので、ぜひお待ちください。ケン様のおかげで、このかけらが地底の謎を解く鍵だと分かりましたし、まずは収集物の中から同じようなかけらがないか探してみるのです。ロベジー、ケン様、調べてきてくれてありがとうなのです。オッケー。プルアはいるね。ビューラと一緒にいる。なんでかわかんないけど。なんで、ええ、リンク、お帰りなさい。事情聞いたわ。リタの村では大寒波に食糧難、それに空に浮かぶ船の出現、ゲルの町で砂人とギブとの猛威に巨大ピラミッド、そしてその2つも裏にはゼルダ様らしき影があったってことよね。うん。リト族やゲルズ族のみんなが元の生活を取り戻してよかったわ。やっぱりあんたに任せて正解だったわね。うん。ただ天変地異とゼルダ様の関係が色濃くなってきたのは確かだけど、ことは思ったより深刻なようだし、残りの地方も急いだ方が良さそうね。私も気になる集落の調査を急がないと。気になる集落、うん、市から村っていう、ここから北東方面にあるアッカレ地方にある比較的新しくできた集落よ。前回にはなかったな。この監視トレディや帳簿台を作ってくれた。あ、そういうことか。エノキド工務店があるのか。なぜかゾナオギアが他の場所より集中して落下するのね。うん。何か特別な理由があるからその事情だと私は思ってるんだけど、もし興味あるなら、うん、避難号の討伐隊本部にあるマップラに聞けば村の場所を教えてくれるはずよ。世界中に討伐隊を派遣してて、私なんかよりずっと地理に詳しいはずだから。うーん。まあこっちは調査隊の協力も得られるけど、異変が起こってる場所の現地調査はあんたのみなんだから、残りの調査もよろしくね。オッケー、チェッキー。マップラに話しかけて場所だけ聞いとこっか。はい。おう。集落だっけ。うん。8つの集落。監視隊で、はいはい。リトの村行きました。ゲルド行った。8つもあんの？ゴロンシー、はいはい、知ってます。これが市から村、はい。はい、並んでるでしょうね。はいはいはい。かかりこ村、パーヤ美人なんだね。やっぱり、美人で有名なんだ。で、果ての村。ここなんだ。魚鳥村。オッケー。結構、いろいろし、あ、待って、これ落ちてきたぞ。ん？俺だよ。うん。なんて書いたんだろう。うん。うん。はい。おお。かかりこ村の研究所。おお。うん。ああ。了解。これでフラグ立てて、かかりこ村に行けばいいのか。かかりこ村のどこにいるんだろうか。どこだ？この中？いた！いや。うん。誰だっけ？さっきあったけど。うん。そう、これ気になってた。これ何なの？うん。この研究所に蓄積してあった旧ハイラムの資料をもとに、碑文読み解くことができた。ナイス！何だったんだい。うん。我、ラウル王と王妃ソニア様はもとより、ラウル王の姉君、そしてゼルダ様に仕えし者。
遠き未来の希望に願いを託し、王室の日常を13の石碑に刻む。うん、短い文ですが、ざっと解読すると、これにはハイラル建国の王ラウルとその妃ソニアの名前、そしてゼルダという人物の名前がはっきりと記されています。最後に従者が王室の日常を13に分けて綴るとも書かれていますから、もしかするとこれは王族付きの侍従のような人が書き残した王室日記なのかもしれない。何より気になるのは3番目に書かれたゼルダという名前。これは今まで見つかっているどの書物にも出てこない名前です。しかし私たちの知るゼルダ姫様と同じ名の人物が建国の時代に存在していたということ。おお、この碑文はまさにハイラルの叙事詩ですよ。うん、ところで13という数字気になりませんか。13ということはこれ以外にも石碑があと12基あるということ。これが本当に侍従さんの日記などとしたら、歴史書では語られることのない当時の生の出来事などを知れるかもしれません。ラウル王やソニア王妃、気になるゼルダさんのことが全て、残り12期、これは本当に興味深い。もし旅の途中で見つけたら絵に、あー、まあ、なるほどな。でもとりあえず写しゲットできてよかったなー。